ちょっとパリ・サンジェルマンを倒したいんで、負けちゃったんだよね、前。勝てそうなメンツにしてきましたと。ペアニッチ、ロドリ、クリスティアンセン、この3人を補強。で、ゴールキーパー売れちゃったから、ドンちゃん取ってきて。で、ジョアン・フェリックス、セルヒオ・カナレスもこれ取ってきた。これ、ポルトガルの若い期待されてる選手で、セルヒオ・カナレスはスペインの昔すごい期待されてたんだけど、いまいち花開かなかったなと思ってたら、最近になってちょっと注目される。で、エリクセンはまあこれデンマークだったかな、デンマークのあれどっか書いてない、中盤の有名な選手で、ロドリはスペインのボランチで、守備的なミッドフィルダーでアンカーって言われる。いわゆる守備がすごく強い。で、まあ、ピアニッチはいつも通り。で、こんな感じで、感じかな。で、まあ、ダメだこれ。あ、こいつだ。こいつどうだ？まあ体が強いからありなのかな。20歳、21歳。まあ基本的にほとんどが今、あかん。ほとんどが放出候補だから、じゃあ1試合、パリ・サンジェルマンをやっていこうと思いますと。いや、さすがにね、倒したいよねっていう。はい、いきます。なんでコナミスタジアムなのっていうね。ムバッペいる？うわ！いるっす。マジでいる。あ、ジョアン・フェリックス、絶好調。セカンドトップに変える。他にはいるかな？ミリック、ベネデット。まあ、この辺が控えで。いつものメンツはもう移籍させといたから、レアル・マドリッドとかバルサとかに。だからもうハーランドとかサンチョは取れない。取れないというか取らない。飽きた。で、ひたすらパスサッカーやっていきたいから、まあ、このメンツでいいかな。気に入ったら続けるし、あんまり強すぎてもね、面白くないから、個人的には。マルセイユと。マルセイユって言ったら、どこだったかな？あ、フランスのね、下の方の港町で、もうかなりね、名門チームの一つなんだけど、このチーム面白いことにチャンピオンズリーグ優勝してるのに、降格も良くするっていう、低迷も。で、なんでそんなにひどいんですかっつって、会長とファンがね、もう、めちゃくちゃ。だから、俺が行きたいチームナンバーワンどころか、行きたくないチームナンバーワン、このチーム。ただ、強いチーム構築できるって言うんだったら、このチーム行った方がいい、本当に。ジョアン・フェリックスが、まあ、中盤相当強いかな、これ。前回はね、正直ペイエしかいなかったから、まともなのが。今回はもうだいぶ違う。酒井宏樹。あ、ワクチン打ってきましたと。うわ、うまいな、あいつ。ペイエどこ行った？ OK！ 今ね、いいタイミング。おうち。さすがうまいな。おうち。当番はこれ、ロシアの選手だっけ？で、エリクソンね、意外とね、でかいんだよ、あいつ。とにかくね、もう俺はカウンターサッカーはしない、しばらくは。俺には向いてない。ポゼッションサッカーこそが俺の生命線。って思って、そう言いつつも多分またカウンターサッカーします。
いや、というかね、ヒガの戦力差で決まるんだよ、もうカウンターかどうかっていうのは。弱いくせにね、ポゼッションしたがるな。おうち。これが始まった俺のチクタク。おうち、チクタクできねえ。ムバッペ、ムバッペやべ。ロドリが止めてくれないと。プレスっていうのは基本的にね、あ、時間をかけるためにやるんだよ、強豪チームは。いかん。ムバッペ、ドンちゃん、さすが、さすがイタリア優勝しただけある。俺はドンちゃんを信じる。ドンちゃんね。つうか、守備、硬えな、これ。一流の守備だよ。え、誰こいつ。ディマリア、ディマリア。さ、サラブイ、あ、イエロー、イエローちょうだい、イエロー。イエロー。ここね、長友コートかと思ったけど、あ、でも、配信的には長友いた方がいいのか。よし。おうち。強えな、あっこ。ムバッペ。ムバッペの速さを知らないフランス人などいるまい。ここにロドリがね、いる。エリクセン。おうち、危ねえ。ネイマールじゃん。ネイマールいたんすか。あんまりね、パスサッカーしない方がいいかも。これはチクタク、えい、中盤の守備勝てな、これ。酒井宏樹が推進力で、ていうか酒井宏樹よくこのチームいたな。ポゼッションサッカーはね、もう最終ライン、つうかキーパーまで下げるのが普通、うん、でこうやって剥がしていく。うい、うわ、うまい、このサイドバック。ロドリー、ロドリー頼む。本当ジョルジュニア欲しかったんだけどね、ピアニッチじゃなくて。取れなかった。やっぱ前席だもんね、ジョルジュニア。うわ、うまっ。うまいな、ロドリーもだ。追っかけっかー。うぅ、無理か。エリクセンはね、多分みんなが思ってるよりずっといい選手。ちょっとね、中盤の制圧力が足らない。危ねえ。うわー、連動しなかった。エリクセンから、うわ、守備が硬いな、これ。ペイエが、当番が、当番の番ですか、当番だけに。キャニッチ、よし。オッケー、いった、エリクセン。パリ・サンジェルマン、ザ。今ね、マルセイユッコが大喜び。マルセイユッコ大喜びよ。今、あえてスルーパスじゃなくて足元に出したのがよかった。あれね、スルーパス出そうかと思ったんだけど、ジョアン・フェリックスが下がっててくれたからスペースができてたの。エリクセン、さすが。俺、こういうね、テクニカルなプレイは大好きなんだよ、ね。昔から。おー、ピアニッチがいい顔してる。なんかこのユニフォームかっこいいね。ゲームプラン、まだまだ、まだいけるな。まだいけるなって何かっつって、スタミナが。
カンテが欲しいんだよね、スタミナあるから。変えなくていいんだよ、あいつ。もう駆け回るから。えい、エリクさん。ここの3枚のパスカンテがすごく。ダメだったー。攻めてくるぞ、これ。やばい、追っかけっこされてる。うわー、一発かよ、カウンターで。ちょっとね、センターバック弱いんだよね、まだ。顔、センターバック。めっちゃ危ねえ。ん？イエロー、イエロー、イエローっていうか、レッド、レッド、レッド。で、ロドリに、ロドリに渡せよー。あぶねえ。ね、ちょい、何ぶつかってんだよ。あ、今の、ピアニッチの守備。ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。はい。ウバッペ、今のは注意だけだったようですね。まあ、まだ時間がありますからね。あぶれ、ドロップシュートだ、あれ。時間稼げ。ロドリー、だいぶ守備がいいな、これ。うん。酒井が狙われてる、これ。だ、んつうか、なんか AI 頭いいよな、これ。どこね、狙っていいかっていうのよく分かってるよ。うわっ、おいおい、今の何なんだ。ダブルタッチだな、お前。なんかおしゃれなおっさんに言うよ。押し込まれてんな。やっぱね、ムバッペいると強い。うわ、やべ。なんすか、それ。ちょっとね、いかん。ちょっとこれ、耐え時間だな。当番、うん。パスを早くしろと。うわー、取られた。よし、オッケー。出方で打ち勝った。おい、待て待て待て、大変なことになっとるから。あぶねえ、今。ただね、まあクロスは怖くないんだよ、このチーム。サイドはね、正直怖くもなんと思う。うわっ、おい、ファール取れよ。ダメだ、これ交代だ。で、まだだな。ドラクスラー、ディマリア、中盤の圧力だいぶ減るぞ、これ。うん。というほどでもなかった。あ、ディマリア、あそこだ。ドラクスラー、ディマリアだから。こっちはね、ウィングマスかよ。セルフィオ・カナレス、ミリック。だって誰だ？こいつかな。パスうまい。こっちの方がうまい。誰変えようかな、ここ。ベネデット。セカンドトップ、セルフィオ・カナレス下がる。待てよ、どっちが守備的？あんま変わらんなこれ。カマラ。ロンジェール、どっちがいいのかな、これ。エリクセン下げたくないな。
残しとこう交代枠を。で、フォーメーションを442に変えよう。うん、これをこうしてカナレス、ピアニッチをもうちょっと下げて、カナレスをこれぐらい、うん、まあ同点でいってるだけ奇跡だからね今。アルセイユ交代枠をまだ一つ残しています。ちょっとこれあれだ、わかった、いかんことはディフェンスラインの高さ下げよう。でコンパクトネスは上げとこう。えらいコンパクトになってんの向こう。これピャッ、ロドリ突っ込んでいくな。カナレス、ロドリ戻ってきた、戻ってきたね。うん、お前いきなり出てきて取られるのかよ。ロドリがついてる。オッケー。ロドリ取れなかった。強いロドリ。強いんだけど、そのパスはクソだ。ロドリって言ったらね、ブスケツによく似てるって言われてるんだよ。ただ、ブスケツの方がうまい。はるかに。マジかよ、そのクソみたいなファールは。ちょっとね、フォーメーションが悪い。組み立てれん、これじゃ。これでいこう。うん。エリクセン真ん中、セルフィオ・カナレス、ウィングいけるだろう、お前。セカンドトップの方が好きなのか、こいつ。っていうかね、これ多分ね、パス一発抜けていけるんだけどな。まあ、どっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですよね。うん、なんでこんなにライン上げてんだろうってぐらいこいつら開けてるから。あ、ファール取れよ、ちょっとお前ら。レッドだろ。よしよし、セットプレー、セットプレー、これぐらいかな。よっしゃ、いった。俺マジでプレスキックうまいな。エリクセン、お前がエースだ。よっしゃ、グレイト、グレイト。この時間帯で入ったから、あともう、あと引くぞ。引くぞ。ブロック作ろう、ブロック。エリクセン、今日2点目です。ブロック作るぞ。もうね、超ディフェンシブ。ロドリーで、ミルクの押しをしろ、お前。もうね、容赦なく守備。オッケー。今まで俺がやられてた嫌がらせを散々繰り出す。これファールだろ、これ。オッケー。あとちょっと、ワンオフェンスだな、これ。ラスト。オッケー！勝ちー！ふぅ！ふぅ！
スティーブン・ジェラード喜んでる。復讐になった。いや。やっぱプレスキッカー重要でしょ。もう一人プレスキッカー取ろうかな。いやー、いい、いい、グレイト、グレイト、グレイト、エリクソン。でもこれまだまだ補強していかないと、多分ね、PSG には勝てないよ、これ。継続しては。45分点取って以降、全く攻めれてなかったから。このジョアン・フェリックスいらなかったから。まあ若いから育てようって感じ。だから若い選手取って育ててこようかなっていう。まあでも支配率は変わってんだよね。ハイライト見ていこう。はい、次。うわ、もうムバッペ危なかったな、ずっと。今度はネイマール。まあドンちゃんじゃなかったら多分点取られてる可能性あるよね。ドンちゃんだからね。いやー、これ素晴らしい。素晴らしい、これ。スルーパスにせずにショートパスに切り替えたのは。やっぱね、サッカーのゴールってほんと見どころだから。これ。この動き。エリクセン。でもこの直後に取られてるからね。誰？ディマリア？違う。サラビアだ、あれ。一発抜けやられた。だからセンターバックいるね、これ。この後も防戦一方。あ、こいつやばかった、サラビア。よーく止めたよね、ドンちゃん。うわー、ドロップシュートだ。あれね、キーパーにとって取りづらいらしいんだよね。で、これがムバッペ。うわ、ぶねー！これシュートミスしてなかったら入ってるやつだ。俺、この時もやられたと思ったもん。でもね、このおかげ。ムバッペ！ムバッペありがとう。すごいキック。ナイス。ギリギリ。俺、ほんと、プレスキックうまいよねって、じゃあ終わります。